エイペックスのアジア大会、昨日だっけ一昨日だっけ昨日一昨日あったんですけど、あれね、やべえ、日本の運営さんにも多分伝えられてなくて、なんかね、もうマジで進行がね、ぐちゃぐちゃだった。マジもう、やべえよ。集合時間すらわかんねえし、俺久しぶりに怒ったもんね。集合時間も試合数もタイムスケジュールも、遅延ありなしも、何もかも聞かないと、共有してもらえなかったし、試合前に3回以上、うちのチームの武器縛りは〇〇と〇〇ですよねっていうのを聞いて確認取ったのに、試合中にいきなり、あなたたちはルール違反です。武器1本教えてください、言われて。全部、不快だったよ。そのカスタムもさ、入るのにさ、なんか俺たちさ、2、3個あるわけよ。まあ2つくらいか、2つくらいさ、その大会のディスコード入ってて、ディスコードでじゃあカスタム、大会当日カスタム部屋入ります。で、そのカスタム部屋入るのにカスタムコードが必要です。カスタムコードは、口頭で言われるんだよね。三田寺さん越しに。三田寺さんに現地のスタッフが口頭で、A、C、T、0、T、P、T、みたいな。いやいや、そこはもうディスコードにコード貼ってくれみたいな。マジでね、デラちゃんが、うちのチームにいたんだけど、デラちゃんを、俺たちの疑問をデラちゃんにぶつけて、デラちゃんが現地のスタッフに直接聞かないと何一つ共有されないし、カスタム部屋すら入れないから。ちなみに日本予選の時は全然問題ない。日本予選の時はだって何時に始まるのとか何試合やるのとかも全部分かってたし。で、ちなみになんですけど、オンライン組、その現地に行ってないから知らないみたいな可能性あるじゃないですか。これ、オフライン組も知らないんだよね。現地に行ってた人たちも何も伝えられてないんよ。最後の方をさ、俺の配信でもそうだったけどさ、次のマッチ何分ですかって聞いて、5ミニッツって言われた瞬間に試合始まったからね。笑っちゃったよな。ネクストマッチ。5ミニッツ。チャキーン。ネクストマッチ。When stop?ラストマッチ。いや、when stop? 聞いてみて。5 minutes? だって。あんま分かってないけど、多分だね。とりあえず5分って言っときゃいいだろうみたいな。5分じゃなくて、もう始まったよ。マジ適当すぎる。5秒だね。5秒。一番ストレスだったのがさ、ほら、チームデスマッチとかでさ、初日俺たちボコボコにされたじゃん。で、一番嫌だったのが、なんか、みんなに勘違いされるのが嫌で、チームデスマッチとか、なんか自分が出たいですとか、挙手制とかで、なんか思われたり、なんか、ほら、みんな側からしたらさ、メンバーのさ、選出理由がわかんないじゃん。なんでこの人が出てるんだろう、みたいな。あれは、俺たちが別に出たいとか、俺たちがエンタメを意識してメンバーを選んだわけじゃなくて、向こうが勝手に決めてたから。で、向こうはガチガチのプロで固めてきて、俺たちがボコボコにされるっていう。キャスター陣のみんなが言ってくれてたんだ。平山さん切れてた。マジで言ってくれてたんだ。これもちょっと先ほど来たばかりなんですが、日本が、まさのりさん、ニルさん、おさむさん、へしこさん、池田ショコラさん、神戸さん。結構オンライン参加の選手が多いですね。ああ、なるほど。ニル・オサム・カミトはオンライン。で、まさのり。だってさ、もうさ、この時点でさ、なんか、いなくない?へしこ、池田ショコラが現地にいます。はい。元プロミン、現プロがいないんだよ。まあ、有名どころというと、ピーター選手。はい。さらにはフェイジュ選手、ミンユ、中国ですね。はい。ミンユ選手。まあ、結構プロでも入れてますね、これ。結構プロ入れてますね。ストリーマーが多い、はい、まあ、バランス取ったね感じですけど、中国、韓国の見ると、プロしかいないっていう、ちょっと怪しい。そう、だってさ、そもそもがさ、このチーレスのさ、概要みたいなの見たらさ、6人さ、強い人とプロ、現役のプロ入れて戦い合いましょうみたいな、各国、戦い合いましょうみたいな、
書いてあったのに、なんで俺たちだけゲンプロが一人もいない。ちなみに韓国は、ボレズ、ウィスパー、ヒアン、オブリー、エイムボット、イリー全員プロだし、ALGS のただの韓国オールスターみたいな、ちょっとよっ、どういうことですかこれ、どうなってるんですかね。ちょっとこれ、この戦っちゃうとさすがに負けちゃいます。分かりきってるだろこんなの。変えたいで言うと、まあまあユキオさん、ユカエフさん、そうですね、が入ってないかな。なんで入ってないんだよユカエフ、タッピーが。これちょっと本気で来てますよ。ちょっとね、僕らもこの誰が出るのかとかもかなり現地までね、日本、そうですね、まあ、さっき決まったみたいな話するぐらい、さっき決まったよ、割とバタバタ進行なので、10分前くらいに知ったもんね。向こうの選手も選手で結構被害者ではあるよ。だってもうカメラ映ってるし、一応だって勝って喜ばなきゃいけないわけで、でもさ、このボコボコにしてさ、やっぱ気まずそうだもん。だって向こうも向こうでちょっとかわいそうだったよ。そうですね、世界プロが6人いると思ったほうがいいですかね。いや本当そうですよね、本当フルメンバーで来てるんでなんとか見返してほしい。無理だよこれ。誰が出るとか、どんな人が相手が出てくるとか全く分からずにね。そうですね、つい先ほど本当に先ほどバタバタとしてる中で決まったので、まあバランスになりました。まあ可能ならちょっとチーム、そうです、選出をもう一度日本もまああのプロ選手をね、うん、ふんだんに入れて出せればなと思ってるんで、ちょっと担当者らしき人には今連絡しておきましたけど、ちょっとさすがに強いですからね。さすがにちょっと、はい、まあ、そうだよな、ちょっとありましたから、はい、中国対韓国でめちゃくちゃいい勝負して、めっちゃいい勝負してんのチームジャパン。遠距離でもほボコボコマジでボコボコ来てますね。でこれで代表、これが日本の本気こっちの平岩さん元気だなさあ頼んだぞ日本代表、へしこ、ワンタッピー、まさのり、そしてゆかえふ、ゆきお、ニルの6人で挑みます。これがあれだよな、マジでこの日本チームジャパンの日本のあれだったよな。やはり最高のメンバーだったよ。高火力の選手が乗っている。そこそこ強っ。大きなダメージ。ただシンはこの辺りとなりそうです。敵のシンがタッピー続きました。いいぞ。さらに正則まで。ワンタッピーダブルキルでした。いいですね。いいですね。人数差できるのでガッツリ詰めちゃってもいいんですけど、はい、あくまでもう骨上で戦おうという選択肢です。骨上キープされたセンチネル。正則が構えていました。強い思いをしました日本代表。そうですね、降りていく。ゲームが動いた。ただピートもこの辺りダウンはしません。 5-1! ユキオが逃しませんでした。冷静でした。いやー、ここもあと7-1。止まりません、日本代表つえこれが日本の本気。いや8-1、そして骨に戻っていくというこのグラビティリフト、どうですかアレデさん。いいですね、この1回下に降りて、はい、まあ、敵削った後にリスポーンでどこが入ってくるか分からないので、はい、1回上でみんなで合流しちゃおうってことで、ダメージ取れと来てますんで、これ上取りに来ますかね。明らかに試合のかかる時間が違うもんな。沢で決まった前線です。その2キル絞り出せるかどうか。がこれあと1つ、そのまま日本勝ち切りました。見たか、6人の侍、これが日本の本気フルメンバーでしっかりと勝ち切りました。中国戦1-0で勝利です。いやーすごいわ。いやー、1日ボコボコにされた身だからわかるけど、よく勝てるなっていう気持ちだよ。ゆかえふ、ゆきお、ワンタッピー、日本の意地ガチで強かったもん。武器があるが、これはさすがに言わないか。いや、どっちにも勝ったのすごいよな、普通に。同点、ほぼ同点だ。ほぼ同点です。あと3キルが欲しいチームジャパン。そしてコリアはあと4キル。大接戦の A パックノースの身内対決、贅沢な身内戦だ。ユキオ、でも日本だ。ユキオ49、あと1、 48、 あと1キルだ。ドーン
さあこのすごいわリベンジ成功となりました。韓国代表対日本代表、勝利を取れたのは日本代表チームジャパンです。しかしこのさすがの韓国チーム、驚異の追い上げを見せました。ラスト本当あと1本か2本じゃないですか。いやった上でレッカーボールに変えてましたね。すごくね、変えたので。でも見て、俺たちボコボコにされたからさ、これ128人倒してるってことじゃん。2日目どっちも勝ってるから100人倒してるってことじゃん。1日目俺ら2試合やって28切るか一旦赤点か。あ、本日は切り替えていくと。テスト範囲聞いてねえもんな確かに何のテストやるのかも知んねえし、何のテスト範囲も聞いてねえんだよな。あるようです。確かに。その際は、そうなんだよな。方に画面を切り替えていく。テスト科目聞いてねえし、範囲も聞いてねえからな。こちら準拠で進めていく。というね、ことがありましたけど、誤解をされたままは嫌だったんで、やっぱり。まあ、本当はね、言わない方がいいんだろうけど。ただ、個人の俺が言うことによって、企業とかに所属してる人たちが言えなかった分、まあ、俺が発信源というか、その、あれになれればいいかなと。まあ、その、まあ、代弁という、まあ、本当に他の人が思ってるかどうかすらわかんないけどね。うん。まあ、そんな感じでしたと。唐揚げってうまいよな。引くな、引くな、戦うビューだろ、ドバイだ。これからも末永くよろしく。愛してるよ。